さらに数日後、俺は病院の屋上で奇妙な光景に出くわした。あの人たち何してんだ。患者さん数名が何かに取り憑かれたように太陽に向かって大笑いしているのだ。その中にいた神道という人に話を聞くと、これは医療に教わった療法だよ。毎日15分太陽に向かって笑い続けるんだ。そうなんですね。きっと良くなります。頑張ってください。奇妙な治療法に見えたが効果があるらしい。何か嫌な予感がしてそっと中を覗くと、そこには見覚えのない人物と院長の姿があった。わっ、療法だってあるわけねえだろアホが。もはや奴らは私のペットですから、何を言っても信じますよ。そう言って二人が見つめるモニターには、わっはっは療法に取り組む患者の姿が映し出されていた。患者をこき下ろす醜悪な会話はさらに過激さを増した。来月には売り上げが3億に達します。そろそろ雲隠れする頃合いですかね。健康な体にメス入れてることがバレたら終わりだ。早いとこ新天地を探すか。てめえらふざけ。俺が院長室に殴り込もうとしたその時、先に飛び込んだのは神道のやつ。逃げんなお前、死んで当たり前、地獄への選別だ。生まれ玉をプレゼント。次の瞬間、神道の追撃の銃弾が飛ぶ。死んでたまるか。海瀬、お前撃たれてるじゃねえか。やられちまいました。海瀬の兄貴が後ろから太ももを打ち抜かれていたのだ。これぐらい問題ありません。モーニングルーティーンみたいなもんです。そんなルーティーンねえ。